広島、ロッテ、7日、マツダスタジアム、広島、末金翔太外野手、28、がプロ初盗塁を記録した。先頭で迎えた2回に相手失策で出塁、続く田中への初球に好スタートを切って、2投に成功するとベンチの新井監督も拍手で称えた。前夜の日本ハム戦では先制の5号ツーランを放って、チームの勝利に貢献していた末金。 先制点にはつながらなかったものの、身長188センチ、体重112キロの右の大砲が足で見せた。